ザカムシです。はい、ザ・シーツの瀬尾です。カジだぜ、お願いします。はい、さあ今回はトンキーメンという場所に行ってまいりました。なんと築地にあるお店、うん、ということでね、非常に立地的に珍しいんでちょっと見ていてください。有楽町のですね、新富町駅というところから徒歩1分なんですけども、うん、ここはですね、銀座の裏にあるんですよ。なのでこの辺りにもうラーメン屋自体がもう少ない中で二郎系を出しているという強気だ。まあ結構そうですよ、うん、まあ中国新川に2号店はございますということで、食券はこちらですね、ラーメンとなんと塩も味噌も揃ってる、うん、ちょっと珍しいタイプなんですけども、今回はラーメンの豚入り、まあね、醤油を選んで俺はすぐに食堂ね、ぶお、ラーメン豚入り、野菜はマシマシ、ニンニク、油、玉ねぎで絡めてございまして、マシマシができるのは野菜だけということで、なるほどね、野菜だけなんですよということでね、言っております。まあ、玉ねぎもね、入れるか入れないかを判断してくださいということで、いきなり今回はスープからいくんですね。よいしょー、ということで、めちゃくちゃ熱いのがまず売りということでね、非乳化タイプのすっきりスープということで、最初からもうゴクゴクいっちゃってますね。なんでこんな眉間にしわ寄せてるんですか。あ、いやもう熱いんです。熱いということで、そのね、豚をいきますが、これ結構ね、はい、これなんと言ったらいいのかな、脂身の部分がね、ギュッとしてるんですよ。で、口の中でこうだんだんととろけていく感じが独特の食感で、僕はこの感じめっちゃ好きですよ。ヒヤーっとした感じがすごくうまい、はいはい、その上で油野菜を食べていきますが、油自体はこうモワッとタイプの油でして、野菜がシャキなんで非常にこう、うん、バランスのいい、なるほど、組み合わせとなっているということですね。はい、まあ、器が大きいんでそんなにこう高く見えませんでしたよね。はい、これね、多いんです。なるほど、実はこう見えて多いんです、これ、ね、しかし、今日あれっすね、油断、はい、カビラ GA みたいですね。あれ、はい、そう、実況みたいになってますか、ちょっと、はい、いやいや、ちょっとね、本社でのこの前のやつがちょっとテンション低めだったんで、ちょっとね、あ、なるほどギューンと言ってますけども、このスープギューン、これな、ギューンと言ってるんですよ。鶏ガラのような味がするんですよ、これ、うん、中華そばタイプのような、味がするんです。少し懐かしいようなね。で、豚がこれギュッと固まってた油、うん、激熱スープに絡ませて、だんだんとね、うん、じわじわ溶けていって、前半と後半の豚の印象が違うというか、あれ同じこと言ってますね。ええ、いやいや違う、さっきのはさっきのはもう一回見直してください。違うこと言ってるから。本当に違うこと、とろけるのがたまんないみたいな。あ、だんだんとの今のパターンね、だんだんとのパターンもございますね。ああ、そう、だんだんとのパターンも。でもその中華そばみたいな味するってことは、はい、そう、酒飲んだ後にいいとですね。あ、いいの挟んできますね。そういうことなんですよね。ちょっと麺を飛ばしてしまいましたが、麺はややじゃなくなるタイプね、非常に美味しい。ニンニク、いい、言いましょう、すごいかけましたね。よいしょー、引っ張っていく。で、銀座界隈とは思えないジャンクな一口、これを強調していきたいね。なかなかこってりしたもん食べられないからね、銀座ってね。確かに、有楽町からここまでの間、ね、築地だから魚をね、あ、まあまあ、思っちゃうし、移転はしちゃいましたが、まあ、印象といえば魚だが、豚の印象をかなり植え付けていくんです、うん、最後の豚は脂が熱で柔らかくなって、また違う美味しさだ。あ、これはまた別の、そう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 、もう3段階ってことですか。3段階なんです、一番浸した時とは全然違うから、またで、脂の摂取目立ってますよね、ここまでね。はい、ただ玉ねぎ摂取してるんで、もう別にサラサラなんですよ、はい、サラサラですよね。これが服シワシワっす、そんで、あ、すいません、ちょっと、はい、いや、血液サラサラの服シワシワっす、服シワでちょっとやっていきますけども、はい、胡椒をね、たんまりとかけました。一番濃ゆいところを狙ってのリフトアップ、あえて角度を変えて取っていってるんですね、この人ね。一級のうまさ、おぉ、虹色だった、よいしょこらね。え、動物系のスープなんてこと合うんでしょうか、本当に、いや、最近ね、やっぱり胡椒真似してますみたいに言ってくれる方がいて、僕は嬉しいです。胡椒とニンニクを真似してくれる方がいて、うん、なんか共有感がいて、なんとこういう感じちゃうじゃん。あら、まあ、美味しかったんで。でも血液はサラサラ、はい、と爪楊枝が楽しいですね。あ、これこれだってさ、あれピュッてする必要ある。確かに、キュレーで見るもんっていうのもね、あったりして、詰まってたらね、詰まってたらね、確かに確かに、87ということでございますね。はい、まあ、そんなにマシマシではないけども、うん、このエリアでやっぱり油に食べたくなったらもう貴重な存在なんで、あの大盛りという意味ではトンキーね、これ調べたらですね、戦前上野動物園にいたゾウの名前になったんですよ。
トンキ。トンキ。トンキ。かわいそうな象ですか。そう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 。かわいそうな象。そう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 。あの象の名前。だここで、でも店員さんがこう何かまた、はい、あの大きなものイコール二郎系みたいなことで連想させて店名にしたのかなという推測です。大きな大きな話ということでございますね。なるほどね。トーマスの締め方。いやいや確かに。というわけで特急弁でした。ごちそうさんです。はい。トン。